動かす鍵を手に入れたんだよ。誰もいねえじゃねえか。え？主君たちどこ行きやがったんだ。落ち着けよ。うるせえ。俺様は落ち着いてる。あのおっさんがよこした棒だな。四神獣の玄武か。なんか匂うな。ああ、この部屋にはきっと何かがある。俺様が外で見張っててやる。さっさと探せ。仏像か。ん？顔に穴が開いてるな。何かを差し込めそうだ。これは張さんからもらったものだ。この穴じゃないのか。ああ、付き合ってらんね。そうかよ。よし、入った。鍵が外れたような音がしたな。あと3本入れるんだな。玄武の棒と似たような形だな。取っておこう。この絵は、レンが言ってた四神獣か。見落としたところはないかな。ん？この道着は、葉月の字が縫い込まれている。もしかして、親父の。なんだ？翔さんに渡された棒と同じ形だ。これは、虎の絵だ。取っておくか。中に何かあるな。これは朱雀の絵。持っておこう。
八陰八陽。家の道場にあったものと同じだ。ん？何かあるな。これは竜の絵がついてる。他の棒と同じ形だ。何かの鍵なのか。取っておこう。この棒は道着の下に隠してあった棒だ。よし、この棒で合っていたみたいだ。あと2本か。これは八陰八陽の額の裏にあったやつだ。よし、鍵が外れたような音がしたな。あと一本だ。これは壺の中に入っていたやつだ。よし、入った。鍵が外れたような音がしたな。あなたが修験達。君は？俺は葉月亮と言います。葉月？もしや君は岩尾君の。いたぞ、修験達だ。ご苦労様。あなたたちのおかげで修験達を見つけられたわ。何？くそ、つけられてたのかよ。やっと見つけたぞ、じじい。やべえ。おい、ずれくれ。ねえ、そこをどけ。
ガキが手こずらせやがって。なんだ貴様。おお、気がついたみたいね。シュエさん、どうして。手当てはしておいたけど、まだ無理しないで。シュゲンタツは好展開の